日本バレーボール協会は24日、7月に開幕するパリ五輪の男子日本代表内定選手12人を発表した。石川祐希首相、高橋藍、西田裕次ら主力メンバーが顔を揃えた。フィリップ・ブラン監督は現在戦っているネーションズリーグ、NL のフィリピン大会途中からメンバー外となった主力の高橋愛について、愛の今の問題はイタリアのリーグで負った怪我の後遺症のようなもの。 必要な検査、治療を受けたと説明した。高橋は1月に左足首を負傷していた。28日からの NL 決勝大会については、愛が五輪の事前合宿の最初から満足な状態で練習できることが重要。VNL ファイナルは重要ではない。彼の状況をチェックしながら試合出場を決めたいと語った。高橋愛は日本協会を通じて、 日本代表選手に選ばれたことに非常に嬉しく思います。その自覚と責任を持ち、メダル獲得に向けて頑張りたいです。本大会までの期間、コンディションを整え、気持ちをオリンピックに向けて作っていきたいと思います。目標はメダル獲得ですと決意表明した。